モンスト俺たちのリセマラランキング、よいしょ、来ました。はい、今日はいつもと違う感じで、はい、そうなんです、はい、あのモンストの、 あの、はい、自分たちなりのリセマラランキングを発表してもらいたい。なるほど、はい、というのもですね、はい、やっぱりこれからモンスト始めるっていう人もいますし、まあ、いらっしゃるでしょう、はい、なんならちょっと離れててもう一回やるよっていう、なるほど、あのログインだけでボあのオーブ貯めてて、ああガチャ何引けばいいかなみたいな、そういう人が見てもいいように、まあ、そうです、そうです、なるほど、はい、でモンストもともとやってて知ってる人は、うん、分かるとかちょっと共感してもらえれば、そうですね、はい、なのでちょっとお互い4人それぞれ、わかりました、ちょっとこれおすすめだよっていうのを見せていきたいなと思います。はい、はい、じゃあまず、はい、タクヤから、タクヤからね、いきたいと思います、うん、じゃあベスト3で、はい、どんどん貼っていき、ね、発表していきましょう、はい、はい、ということでタクヤのリセマラランキングベスト3、まず第1位からいきたいと思います、はい、1位、第1位は誰ですか、こちらです。ああ、ね、結構ベタだね、はい、ベタ、うん、俺たちのっていらないと思う、みんなの、いやいやいや、みんなの、いやいやいや、だけどこれ理由がある。だってさ、ほら、いっぱいいるわけですよ、ウリエルとかパンドラとか、うん、ね、あとそうだよ、ルシだって、ルシだってガブンさ、だいろいろいる中でこれっていうのはやっぱガブン、間違いないですね、まあ、間違いないですね、まあ、やっぱりガブっていうのは、光属性キラー、闇属性キラー、そうだねっていうのを持ってる、だから光と闇も連れていける、そして水属性、木属性なんで水属性のクエストにも連れていける、そうですね、アビリティ見てもいいですか、はい、アビリティがこのね、ダメージウォールっていうね、一番この事故がダメを持ってれば全部いけるわけ、なるほど、まあ、そう、重力で動けなくたってワープで吸い込まれたって別にいいじゃない、はい、ガブなんだから、ね、まあ、ダメージは食らわないですよね、うん、でも地雷がさ、地雷はね、地雷はほらなんか適当に避けてるでも SS がね、そのオールアンチなんで、そうね、なるほど、はい、全てあとね、何よりもね、この安定の電撃ね、そうなんです、雑魚処理が、そうなんです、そう、もう間違いない、間違いない、まあ、なるほど、じゃあこれ1位ね、そうですね、はい、うん、はい、出ざばりとか、はい、踏み切いてもこれは大丈夫ですかね、はい、はい、もう安定のガブ、本当に強い、はい、じゃあ第2位いきたいと思います、はい、第2位はこちら、モーツァル、あー、モーツァルと、いや、まあまあ、これはね、僕もう何ですかね、もう重心化きて、ホーミングがえぐい、そうですね、まあ、最初はちょっとどうなんだみたいな感じでしたもんね、うん、出た時は僕多分これ序盤にとってこれさえいればもう大体回れると思う、そうですね、いや、どうも、そうだと思いますね、だってホミキューだけね、自分でカン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 って倒して、はい、まあ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 、そっか、そうすればもう何でもいけるでしょ、でもノーマルクエストは多分めちゃくちゃ活躍すると思うんですけど、まあ、これモーツァルトいるだけでね、はい、早いですね、超絶はこれいけますかね、いや超絶はほらまだいいから、徐々に遊ぶ、あ、まあ、徐々に遊ぶことですね、でやっぱ最初はノマダンとか、なるほどね、そういうカメクエとか、なるほどなるほど、そういうのに関しても、まあ確かにそれはめちゃくちゃ確かに、そうだね、早い、早いし強い、うん、モーツァルトに当ててればもう間違いない、なるほど、まあね、それはそうです、でもモーツァルトかなと、なるほど、なるほど、思いますね、いや、友情コンボね、はい、いいな、欲しいな、モーツァルトはいいよ、2体とか持ってたら最高だよ、ね、そうね、艦隊欲しい、3体欲しいよね、でも艦隊組みたいですね、ぐっちゃぐちゃにしたいね、ぐっちゃぐちゃにしたいですね、そして第3位、はい、はい、はい、意外なところか、誰だ、こちらです、うわぁ、グネビア間違いないな、間違いないけど、はい、ちょっと上級者向けじゃないですか、ね、これはね、理由があるんです、はい、ね、グネビアって他のね、ウリエルとか、はい、パンドラとか、あとガブとか、うん、超重心祭、激重心祭っていうのは、はい、やっぱり来る時に引けばいつか当たる、まあね、まあそうですね、グネビアっていうのはほんと当てにくい、当てにくい、まあ、そうですね、だから初心者っていうより将来的に、まあまあまあ、欲しくなるから、絶対リセマラしとくべき、リセマラで、リセマラ、そう、リセマラっていうチャンスを使って、はい、取っておくべきなのはグネビアだから、間違いないです、本当にそうか、ね、なるほどね、今後ほらどんどん進んでってアバロンとかアルカディアに行けるってなった時にグネビア欲しくなる、持っててよかったってなるね、そう、リセマラのうちに取っとけ、はい、それがグネビア、なるほど、これどう、
結構いい確かに、まあまあそうですね、確かに、うん、これは本当に強い、そうっすね、じゃあこれで拓也のベスト3、リセマンランキングベスト3、なるほどこれですね、いいところですね、確かに、うん、面白いですね、はい、じゃあ続いてカズヤ行きましょう、行きましょう、さあ、はい、続いてカズヤの、うん、リセマラランキング、はい、ベスト3を発表したいと思います、はい、ちょっとね、はい、拓也の見てて疑問に思ったのは、はい、まあ、重心化とかね、いや最初にできるんですかっていう、ね、そうなんですよね、それはあるよ、重心流ってなかなかやっぱ運極で回らないと落ちないですからね、うん、でもモーツァルトだけだけどね、うん、何がモーツァルトでノマダン回ろうだまあまあそうですそうです、まあ、重心流も手に入んないのに、うん、ノマダンなんて俺はそれもすげえ思います、ちょっと違和感、でも1位はガブだしガブはいらないちょっと僕の、はい、ベスト3、はい、見てもらいたいと思います、はい、じゃあカズヤのリスマラランキング、まず第1位は、はい、こちら、はい、はい、イーベルンゲン、渋い、あーもう、いやいやもうダメ、気を照らいすぎいやいや、これはもうない、そんなことない、これはない、気持ちは分かります、そんなことない、これはないよ、分かります、いや、本当に使ってるならみーちゃんとつけますよ、うん、これは狙いすぎたいやでも、いやいやいや、いや、分かるでしょ、なんとなく分かります、いや、序盤はこれでもニーベルンゲンね、俺早めに撮ったんだよ、うん、で、早めに撮ったからあんまり身もね、ちゃんといいのつけられてないんだけど、これずっとほんと何にでも使える、確かに使ってました僕も、アンチダメージオール、アンチ重力バリア、これなのよ、そう結局このダブルアビリティで、あとホーミングなんですよ、このホーミング、ね、貫通ホーミングで CNS ですね、これがね、そうっすよね、本当に何のボスにでも効く、確かにな、いや確かにそうだ、重要なのはやっぱりこれがね、進化だってことね、進化、なるほど、そう進化だからすぐ育てられるの、そうですね、そう、うん、はい、受信曲足んないね、いや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 、それはもう、そう、それはもうアンケートノマダンやってればこれね、そうですね、いやでもいいとこですね、これはいいとこ、まあでも分かるよ、分かるけど1位ではなくね、いや1位、1位、 1位だってパンドラとかいるんだよ、パンドラとかいや、そう、なん恐れ多い、それ多いお前には、ま、お前には、まだ力がないのに大きい武器使ってどうすんだって、なるほど、いやいや、パンドラ小刀ぐらいからいかないと、いやいや、パンドラの方がいいでしょ、パンドラ進化の方がいいでしょ、これは何にでも万能でね、いけるっていうね、見事ですね、なんか、いや、でもそうですね、はい、じゃあ、これが第1、はいはい、第2位ね、はい、第2位はこちらです、やっちゃってんな、これごめんごめん、秀吉やっちゃってる、いやこれはちょっとわかんないです、聞いてみないとわかんない、毘沙門天のためのランキングじゃないですか毘沙門天適正ランキングですか、いやいやこれはやっぱりまあ毘沙門天を最初にドンピシャで当てられちゃってんじゃないまあね、このレーザーストップもねすごい使い勝手がいいし、まあノマダンでも使い勝手がいいと思う、これも進化なのでね、使い勝手いいし、あと毘沙門天を早めに取れば、まあ、毘沙門天でいろいろいけるっていうね、確かに、そう、重力貫通ワープってほんと少ないですから、まあ、そうです、そうです、毘沙門天が、そう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 、なるほど、で、まず毘沙門天これで取る、はい、で、なんかちょっと羽を伸ばして進化にしちゃって、これでニライカナイに連れてってもらう、神化にしてニライカナイに連れてってもらう、確かにニライカナイ取れれば結構、ニライカナイ取れるとまたほら強いでしょ、強いです、うん、まあでもだから初心者にはね、いやでも初心者こそこの進化のレーザーストップがやっぱノマダンで大活躍ですよ、なかなかね落ちないよこれあれば、まあ、そうダメージオールもついてますしね、まあ、なるほど、ただリセマラランキング隠れおすすめランキング聞いてないいや俺はもう一回リセマラするとしたらやっぱこの辺、絶対嘘だ絶対パンドラ出るまでやるだろ、これが第2位、サイン怖くないですか、サイン怖いな、3位ね、これやっちゃってんな、3位いきます、カズヤのやっちゃってんな、3位は、はい、こちら、やっちゃってんなこれやっちゃってんな、なんで、まあまあまあ、まあ、いやこれね俺は神化で使ってるけど、うん、初心者の皆さん進化で十分です十分ですか、これはもうなんて言ったって8ターン の、 あの壁に触れて反射タイプ、この SS は強いです、そうそう、ね、これで風友情が触れ
まあまあまあ、それをさうまくこう配置してさ当てるってむずいよね。大丈夫だよ、これで隙間、いろんな隙間のその感覚を覚えてください。この隙間はこう出ちゃうんだとか、この隙間ならこうカンカンいけるんだとか、これを覚えるべき。俺はこれで序盤頑張ってきたランキングでしょこれ。まあそれもあるよ、俺マモンも結構序盤で取ったから。まあまあでも全部貴族性ですね。でもそれは偏りすぎだよ。だから、今からモンストを始める人に言いたい、貴族性以外いらない。貴族性あればまあ何でもいける。もう貴族性の敵に全滅だ。まあでもそうすごい尖ったランキング、尖ったランキングでしたね。ちょっといやいや、まあ参考にはなりましたけど、マモンでも本当汎用性ありますから。マモンは本当あるけど、そう、塔でもやっぱねやるけどさ、うん、大活躍しますから。28回竹ゼロも不動明王も使ってますから。ただほらリセマラランキングだからさ。はい、以上カズヤのリセマラランキングです。はい、さあ、はい、ということで、うん、賛否両論あるとは思いますが、面白かったです。面白いですね。これが僕らの、俺たちのですから、そうですね、俺たちなりのリセマラランキングですから、はい、だからあの皆さんもいや俺はこう思うんだけどっていうベスト3、ね、意外とベスト3に絞るの結構大変ですから ね、うん、ちょっとやっていただきたい、コメントでもらいたいですね。はい、確かに、はい、じゃあ次回は、はい、大島ちゃんと青葉ちゃんのもちょっと聞いていきましょう。はい、はい、ちなみに僕の第4位はまだ4位半蔵です。いいよ別に半蔵じゃ入らないのか。いいよ別に。はい、ということで皆さん高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ。新機能実装、iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン